はい、どうもこん、にちはミスターケンです。本日はエヴァードームについて話していきたいと思います。エヴァードームのね、2023年のね、ロードマップがこちら完成しました。そしてホワイトペーパーもね、こちら新たにね、完成されたということで、まあ、これらね、2つ見ていきたいと思います。そして、エヴァードームね、2023年どういうね、チャートの推移をしていくか、まあ、短期とね、長期、それぞれね、分析していきたいと思いますので、エヴァードームに興味ある方、ぜひ最後までご覧になってください。 まあこういうものでございます。よろしくお願いいたします。ということで、早速入っていきたいと思います。まあ、その前にですね、こちら、OKX、OK、が今ダウンしております。これね、エバードームがね上場している取り組み所で、まあ、OKX、OK、なんですけど、まあ、これがね、なんとこちら、クラウドプライバイダーとの間で継続的な接続エラーが発生しており、ユーザーエクスペリエンスに影響を与えているということで、まあ、今ね、エラーが起きています。 OKX、OK、のね、まあ、アプリ開けなかったんで、自分も。なんでだろうなと思ってたらダウンしてて、まだ、あ、今もダウン中なんで、まあ、皆さんね、OKX、OK、使えないと思うんですけどね、まあ、こういった、えっとね、理由でした。ということでね、そちら、早速ね、ロードマップの方を見ていきましょう。はい、こちらですね、ロードマップね、皆さんね、もう楽しみだと思うんですが、こちらね、はい、キーポイント、2023年で何がね、行われようとしているのか。はい、とりあえず、エクスパンディングティーム。 チームをね、えー、と増加していきますと。そして、収容集権の上場です、はい。セックスリスティングということで、2023年についにね、エバートーム、ね、上場されます。で、もう限られてるじゃないですか、上場する場所。もうトップティアトリションに上場するとしたら、まあク,リまあ、クリプト .com、まあ、メタヒーロー上場してたんで、クリプト .com もありえますし、 まあ、バイビットとか、まあ、その辺も上場してるんで、あと、不法備ね、サトシアイランドが上場してたから不法備あります。で、まあ、もちろんね、バイナンスも残ってますので、まあ、その辺がね、狙われてくるのではないのかと思ってます。あと、クーコインね、クーコインもね、全然上場するね、ルートあると思ってるんで、まあ、その4つがね、まあ、今後ね、上場されてくるかなって個人的には思っております。そして、 えっと、メジャーエバードームシティパートナーシップということで、まあ、エバードームシティってね、まあ、どこなのかと言いますと、まあ、このね、エバードームのヘッドコーターの真ん中の方にね、エバードームシティっていうのがね、あるんですよ。てか、久しぶりに見たらね、めちゃくちゃロゴが追加されてるんですけど、すごくないですか、これ。はい。まあ、ということで、こちらね、以前ね、ランドのオークションがあったんですけど、まあ、こんな感じでね、自分の画像を設定できるということで、いつの間に設定めっちゃされてますね。はい。 ということでね、エバードームシティの、まあ、ここで、またパートナーシップが発表されるみたいです。はい。多分ね、エバードームシティの真ん中の真ん中なんで、まあ、とんでもないね、パートナーシップになるかなと思っております。そして、クリプト展覧会、プラス、メジャーメタバース展覧会にて、出品、出展するみたいです。そして、コンセプトアートリリース、ということでございます。まあ、これらが、まあ、えー、っと、 2023年にも行われようとしていることです。プラス、他にもね、これらのものが追加される予定です。はい。そして、見てください、こちら。エバードームビルダー。ベータ。これ、でかいっすよ。エバードームビルダー。これ言うたらね、エバードームの土地持ってる人たちは、土地でね、いろいろに作成することができるようになりますけど、それがね、ついに、 来年2023年に、言うたらに、ようやくね、ランドのユーティリティ、ランドの需要性が生まれます。エバードームビルターベーターということで、言うたら、エバードームで私たちやっと作れますよ、自分たちのもの。やっとですよ、やっとね、ランドにユーティリティが追加されるんで、こちらはね、もう今すぐにもね、もう早く完成させてほしいです。そして、TR3 の Genesis NFT ホルダーのアクセス、 えっと、火星ランディング。火星に到着すると。はい。ついに火星に到着して、ようやくね、私たちランドね、使用す,することができるようになりますと。そして、はい。えー、first building on the planet headquarters ということで、この HQ ね、エバードームヘッドコーターにて、初めての建物がね、まあ見れるようになりますと、こちらがね、公開されるみたいです。こちら楽しみですね。ようやくね、メタバースのいいね。エバードームというメタバースの実用感が生まれてきてます。そして、エバードームゲームランチャー。 これどういうことなんですかねサンドボックスもゲームランチャーあるんですけど、まあ、それランチしたら、エバードームを、なんか、エバードームじゃなくてサンドボックスでなんか遊ぶことができる。プラス、遊ぶことができるのかな言ったらなんかゲームをダウンロードするみたいな感じで、まあ、このビルダーとはまた別みたいな、あったんですよね、サンドボックスでも。まあ、とりあえずね、ランチャー、エバードームの、言ったらね、多分、エバードーム自体のメタバースをローンチするようなアプリケーションがね、こちら、2023年に開発させたいと。そして、 エコノミーコンセプト。エヴェバードームのね、経済のコンセプトを紹介すると。そして、エヴァードームの OST フルリリース。メタバースがフルリリースされるみたいです。そして、サード NFT コレクションね。こちら。サード NFT コレクション。まだね、タイトルも決まってないですね。そして、4th NFT コレクションということで、4つ目の NFT コレクション。そして、ステーキングステージ2。これ気になりますね。 ステーキングステージ2。もう今もね、ステーキングやってるんですけど、私。まあ、これサブアカなんですけど、まあ、これのステージ2なんで、前はね、ステーキングすることでジェネシス NFT ゲットできましたが、まあなんて言ってもね、エバードームの CEO、ロバート・グリーンズは作詞なので、間違いなくね、またね、まあ、仕掛けてくると思います。はい。そして、エバードームマーケットプレイス。まあ、こちらね、後でね、今からね、ホワイトペーパー見せていくんですけど、エバードームマーケットプレイスのこともね、書いてました。そして、ファーストエバードームシティパートナー、さっき言いましたね。 そして、リミテッドエバードームアクセス。言うたらね、一般に向けてもね、まあ、リミテッド。言うたら限定的ではあるが、公開していくと。そして、NPC のリリース。言うたらね、えー、とパソコン、コンピューター、ロボットのボットですね。ボットもリリースされるみたいです。そして、エバードームのシティのコマーシャルプロパティということで、商業用のプロパティが、言うたらブランド用とかね、そういう、まあ、そういう向けのプロパティ。 が開えー、っと公開されるみたいです。そしてエバードームの、えー、マーチャンダイス言ったらね商品系のそういう企業,企業系のパートナーシッププラスえー、っと物販 e コマースまあ、みたいな感じでよくわかんないですけど e コマ物販 えっと、パートナーシップ e c o m m e r 物販もなんか追加されるみたいでよくわかんないんですけど、はい、みたいな感じでございます。そしてこちら書いてますけど、えー、っと、これ、this said, we believe our goals for 2024 are aggressive and ambitious ということで、2023年のゴールは、まあ、めちゃくちゃね、まあ、えー、っと、かなりね、かなりハードルを上げた、まあ、目的で、目的っていうか、ゴール、高めの目標に設定しますと。はい。ですが、全然、えー、到達することが可能です。はい。 私たちのチームは前よりももっとパワフルで、えっ、ー、と、前よりももっと経験があって、毎月ね、成長しておりますと書いております。はい。そして私たちのビジネスデベロップメント、デベロップメントチームが、ビジネス、なんて言うんですか、日本語で。ビジ,ジネス発達チームが、はい。えっ、ー、とパあ、パートナーシップと、 まあ、パートナーシップに、パートナーシップがね、めちゃくちゃ今、はぐくんでるみたいです。はげ、はげくんでるみたいです。はい。そして、デバラ、えー、そして、まあ、開発チームの方も、今ねス、えー、スピードとクオリティを上げて、 まあ早くね、商品を開発できるようにね、頑張ってるみたいということでね、2023年のロードマップはこんな感じでございます。まあ、楽しみでしかないですよね、間違いなく。エバードームビルダーがね、自分は一番楽しみなんですけど、ステーキングもね、楽しみですね。ステーキングがあることによって、言うたらね、エバードームの需要が上がるので、それでね、価格がね、まあ、引き連れることがね、予想される感じです。まあ、とりあえずね、このエバードームビルダー、本当にね、やっとこの、 2023年に私たちが死に物狂いでエヴァードーブ暴落してるのに、もうこのランドね、買いまくったんですけど、自分も。もう今見れるんですけど、どれにかはそれはもちろん言わないですけど、まだ。はい。これにねようやく需要性が生まれるんで、サンドボックスなどの もう土地とかもねバブルの時に10倍、20倍ぐらいしたんで、今回ね、エバードーム、超現実的メタバースになってくるとね、どうなるかね、ちょっと楽しみですけどね。はい。てな感じで、続いてね、ホワイトペーパーの方ね、見ていきたいと思います。で、こちらね、結構長くなるので、まあ、こちらね、皆さんね、えっと、Google 翻訳、えー、追加していただいて、Google Chrome とかの方で、まあ、右クリックしてね、今ちょっと映ってないんですけど、えー、っとね、 翻訳っていうボタンがある、ありますので、それでね、こんな感じでね、皆さんえ、詳細ね、読んでいけるかなと思います。で、私がね、今注目しているものをね、今から紹介していきたいと思います。で、エヴァードームのこのね、はい、ドーム。これ日本語だとちょっとおかしいんで、まあどっちでもいいんですけど、こちらの方を見ていくんですけど、ドームのユースケース。言うたら UTT ね。言うたら今、エヴァードームを持ってることで、 なんか、ステーキングとか、昔はランドセールあったじゃ、あったんで、言ったら、ドームを実際に使用して、まあ、言ったらね、エバードームにユーティリティ、需要性があったじゃないですか。でも、まあ、今ね、そんな需要性ない状況なんですけど、こちら見てください。エバードームに需要性がね、新たに追加されてるんですよ。はい。で、こちら。まずね、エバードームのシティランドのプロット。エバードームのシティランドの プロットを購入する、ランドを購入するようにエヴァードームが必要ってことで、そのエヴァードームのシティプロットが、まあ、多分この真ん中の方なんですけど、どうなるか、詳細とか全くわかんないんですけど、まだ公開されてないんで、まだね、ランドを購入するみたいな示唆なんですかね、これは。はい。で、プラス、えっ、ー、と、エヴァードームのシティランドを、レンタル。不動産ですよ。貸し出す,する、貸し出すこともできると。まあ、詳細はないんですけど、貸し出し。そして、 エヴァードーム内でのアア,アイテムをマーケットプレイスで購入するとき。さっきエヴァードームのマーケットプレイス購入するってね、えっ、ー、と言ったじゃないですか。2023年でこちら。はい。こちらが、エヴァードームを使用しないと購入できないと。わかんないですよ。例えば、エヴァードームの中で家を建てたくてソファー。ソファー買うのにそのドームコインが必要になってくるみたいな。言ったら、エヴァードームのメタバースがね、本当にもう、 実在レベルとか、もう次のバブルにはほとんど完成してると思うんですけど、言ったら実際にね、そのバブルに合わせて今結構開発してきてると思ってるんで、まあ、その時に、もうほとんどが完成してる時。2023年ほとんど完成させて、もう何でも建物建てられますよみたいな。で、誰でも参加できますよみたいな感じだったらね、間違いなくね、マーケットプレイスの、ね、もの、バカ売れすると思います。 そして、サンドボックスもそうだったんですけど、そのサンドボックス内でなんか家とか作れるんですよ。家とか船とか。でその船が転売で1億円で売られたとかあるんですよ。だから、例えばエバードームで自分だけの超高級マンション、超高級家をまランド内で作って、まあ、それを転売することが多分できるようになると思います。サンドボックスも可能なんで、多分そういうのを、ね、狙ってくるかなと思います。そして、エバードーム内でのチケットや展覧会、コンサート、そしてイベント、 エヴァードームで行われるものね全部ね、そういったものは全部ドームが使われると。そして、ステーキングですね。はいそして、えー、っと、まあ言ったらマーケットプレスでパ、えー、っと買ったり売ったり、アイテム買い売ったり、ファンダライジング、えー、っと、言ったら募金アク,アクティビティ、ファンダライジング、募金アクティビティ、サービスを売ったり購入したりとか。でクリーンシーフォーイナーを エンコンパスイングマ,ーケットマーケットプレイス4ってみたいな感じで。まあ、これはあんま重要じゃないんですけど、まあ、とりあえず、はい、こちらがエバードームの重要,重要性ということで、こんなにかなりでかいなと思いました。そしてトークンノミクスの方も見ていきたいんですけど、こちら。はい。まあ、ちょっとね、きっかかったのが、これですね、チームトークンがね、まだ全部ね、リースされてないんですよ。でチームトークンってめちゃくちゃ多くて、 15%もあるんで、供給量の1%でもとんでもない15。15%がまだアンロックで毎月5%されてる状況なんで、チームの人はねいつでも売りたいと思ったら売れ,てる,売れる状況なんですよね、こちら。はい、だからこれがね、チームの人もね、間違いなくね、今の価格帯で売ってるかわかんないんですけど、いつでも売れる状況なんで、もしね、例えば短期で5倍とかなったら売ってくるとは思いますね、さすがに。はい。で,で、会社のね、リザーブということで、会社でこんなに持ってると。 で、ストラテジックパートナーでも、こんなにもロックあるんで、まあ、プレスエールの分ね、こちら、全部ね、アンロックされてますけど、こちら、テンセットパートナーシップも全部バーンされて、プライベートラウンドもありますけど、まあ、この辺ですね、チームが、まあ、言うたらね、運営が裏切らないかと祈ります。で多分ね裏、多分ね、運営はこんなところでね、絶対売ってないと思います。こんなにもう技開発してて、もう感じるじゃないですか、熱心度。 だからここではね、まあ、本当に売っていないと思います。まあそれは何人か売ってると思いますけど、そのメインのメンバーとか売ってないと思います、ここで。だからね、まあ、次のバブルとかあったらね、かなり売ってくると思ってるんで、まあそれはね、ちょっと頭に入れておきたいって感じですけど、まあいずれにせよね、こちらまだ終わってないんで、まあこちらちょっとね、まあ懸念材料ってか、 まあこの、ね、価格帯で売る意味ないと思って、意味ないんで、なんならエバードーム陣営もね、もっとね、上に100倍、200倍とかね、まあ、この市場最大値を超えるっていうことは多分認識しているはずなんでなん、それじゃないとね、わざわざこのね、ホワイトペーパー新たに作らないんで、はい。こんなにもね、日清にクロンプロジェクト進めないんで、間違いなくね、自分のプロジェクトを信じているからこそ、まあ、こんなにも,手を,買ったもの手,が手を凝ったものね。まあ ツイッターとか、まあ私の動画ずっと紹介しますけど、手を凝ってるっていうのはね、もうわかるじゃないですか、メタバース見てる感じ。チームもガチだし、音楽も作る、作ったりとかね。まみたいな感じでね、ので、まあ、ま次のね、大きな上昇とかあったら、ちょっとね、まあ、そういうのも考えていた方がいいよって感じでございます。はい。 で、まあ、ステーキングとかね、こちらはね、対して重要じゃないんで、で NFT とかね、まあ、こういうね、全体的なね、説明なんですね。説明を説明なんですけど、まあ、こちらね、ちょっと読んでったんですけど、レバートームが何を目指しているのかについてなんですけど、えっ、ー、と、まあこちら、ちょっとハイライトしてたところが消えてるんで、こちらですかね、自分がハイライトしてたのは。こちら、あ見つかりました。ということで、ホワイトペーパーで、えっ、ー、と、ホワイトペーパーは、 言うたらライブドキュメント。言うたらね、ずっとね、書き加えたりとかね、修正したりするみたいで、ずっとね、えっと、進んでいくみたいな感じでございます。そしてエヴァードームのホワイトペーパー、エヴァードームが誰のためか。そして今の、えっと、ワールドビルディング、エヴァードームの全体図のね、とか、エヴァードームのエコシステム、経済圏とか、エヴァードームのーエクスペリエンス、経験とか、未来のエヴァードームについてどうなるかを書いているみたいです。ホワイトペーパー。で、軽くね、読んでいきましょう。で、 まあ本当に、ね、エヴァートームは、さっき読んだことなんですけど、まあ音楽とかそのセカンドライフね、セカンドライフの、セカンドライフで本当に自分がエヴァートームメタバース、メタバースにいるのがもう本物のリアリティになるかのように、言うたら景気を、まあそういう景気をね目、目的にしていると。だから音楽とかもその辺もね、結構力入れてるみたいなことをね、考えてました。ということで、はい。 少し距離を置いてメタバースについて説明しましょう。エヴァードームが構築するメタバースは、w e b 通上に構築され、物理世界と仮想世界の統合内で VR、ブロックチェーン技術およびアバターを作成するインターネットに新しく新しい反,反復として説明されていますと。まあ、こ,れエバこれはね、もうメタバースの定義ということで、まあ、皆さん、ミッション。まあ、皆さんね、こちら。 まあ、時間があると思うので、皆さんこちらね、読んでいってください。チャート分析の方入っていきたいんで、こちらね、日本語のね、設定したらね、皆さん呼んでいけると思ってるんで、まあ大事なね、そういうね、ユーティリティとかね、皆さんが興味あるところ、えっと、示せれたらなと思います。ミッションとかビジョンとかね、私ね、まだちゃんと読んでないんですけど、まあ、 こちらユーザーとブランドを楽しめる、参照する最先端で野心的、生産価値が高い超現実的、エヴァードームはテクノロジーとして設計されており、未来的な知的財産、フランチャイズ、コミュニティ、仮想、経済、クリエイティビティとイノベーションのサンドボ,のサンドボックスたぶ翻訳ミスなんですけど。はい 皆さんね、興味があればぜひね、読んでいってくださいって感じでございます。ということでね、最後にね、ちょっと長くなってきてるんで、エヴァードームの,その短期目線と長期目線のチャート分析ね、これも皆さん気になってると思ってるんで、ちょっとやっていきたいと思います。で、エヴァードームね、まあ、今ね、暴落じゃないですけど、まあ、調整しております。で、その理由はなんでかっていいますと、まあ、ビットコインがね、こういう18,400ドルまで上がって、その後、こういうね、暴落してしまったら、それはこういう感じになっちゃいます。 エバードーム言ったらね、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、ビットコインと、まあ、他の仮想通貨が、まあ、言ったらね、比例してまして、ビットコインが下がれば、それは他のアルトコインも、ね、下がっていくって感じなんですよ。で、こういう、いきなり下がったんで、まあ、エヴァードームもね、こんな感じにねつ、まあ、られてね下がっていくのも当たり前なんですよ。ですがね、ちょっと見ていきたいんですけど、 はいまあ、テクニカル的にものすごくね、いい動きしました、短期的に。見てわかる通り、まあ、このレジスタンス、284のレジスタンス、ね、抜けました。抜けて、この360のレジスタンス当たって、で、まあ自分が見たかったのですよ。320より上で終足を確定してほしかったんですけど、それはできませんでした。ただ、 この284ね、20周平均線、このオレンジのラインが20周平均線なんですけど、この20周平均線の上で、まあ、周足を確定することができて、まあ、テクニカル的にはものすごく良いとね、話しました。で、今回、この20周平均線下回ってるじゃないですか。これちょっとまずいです。20周平均線がもう、見えないんですけど、もうちょうどね、ここ、ここですね。もう260にあるんで、これより上でね、 まクローズしないと。まあ、265とかでクローズしてくれないと。まあ、ちょっとね、まずいって言ってた状況になってきます。20種平均線に超えたのに、せっかく。今、下抜けてるんで。まあ、なんて言ってもネ、ね、バー等も自家総額が低いんで、20種平均線とかね、そこまで意識していないのかもしれないです。言ったら自家総額が低いってことは、少しのお金で、 チャートがすぐね、トレンド、なんならトレンドとか変わっちゃうんで、例えばこれが時価総額が大きい BNB とかが20種平均線を超えてこういうチャートの共存をしていたのであれば、まあそれはね、上がっていってると思いますけど、まあこういう、ね、20種平均線があんまり意識されていないのかもしれません。ただ、時価総額が低すぎるため、ただまあそれは意識はされてますけど、ただめちゃくちゃ意識されてるっていうわけでもないかもしれません。そしてテクニカル的に見ていきたいんですけど、まあこのね、286割った瞬間、これはもうダメゾーン、ダメです。はい。 完全にね、上昇トレンドのね、えっと、ストラクチャー、構成をね、壊しちゃいました。ここホールドしてなかったので、も安値切り上げとはなりません。まあ一応に安値切り上げてるんですけど、これね、下抜けたらちょっと痛いっすね。で、今一旦ねじえ、見てる限りでは250あたりのサポートをこの辺ね、ホールドしてるって感じなんですけど、まあ個人的には、まあもうこのね、サポートゾーン、280のサポートゾーン、下に割ってしまったことから、まあ、こちらね、240。 238とかがね、見られてくる可能性がね、かなりね、高いと思ってます、一旦。そしてなんならビットコインがここからね、まあ3ヶ月前にね、セリクラが来るかわかんないですけど、来ると、来る可能性高いんですけど、まあ来るかわかんないですよ。<laughs> ただ、200とかね、もうセリクラ来たのであればね、エバードームで一気に下がってくるかもしれないんですけど、個人的にはこの150が、まあそこなのではないのかと考えてます。これを下回ったとしても一瞬で回復してくると思ってるんで、エバードームね、 じゃ、いつ買えばいいのかって皆さん思うかもしれないですけど、まあ自分で、ね、この270ぐらいで買ってたんですよ。で、動画でも話してた通り、なんまあ、オールインしなかったんですよ。で、なんでかって言いますと、こういうのがありえるからです。で、自分で、ね、その後上昇期待上昇来たんですけど、ただ長期的なポジションを設けてるため、まだ、あ、これこで買っても長期的なポジションでまあ、自分は後悔しないって分かってたんで、別にね。今、まあ、ステーキングしてるんで全然後悔ないです。 まあそんな感じで自分で納得してエントリーして、まあ、そうやってね、例えば含み揃になったとしても自分が納得していたのであれば、まあ、投資もね、全然ね、ストレスフリーになると思います。ので、わけも分からずね、例えばエントリーみたいな。 ミスター・ケンが言ってたから、インフルエンサーが言ってたからとか、例えば自分の感情に、ね、上がっていってるから、エントリーとかしてたら、こうやって、ね、後悔すると思ってるんで、まあ、自分はね、こうやって説明して、まあ、皆様もね、もしエントリーしているのであれば、納得できるような、ね、感じでね、まあ、していった方が,がいいと思います。自分も経験上、もう何のね、プランもなくね、エントリーしてね、もう訳分からなくなってね、お金ね、もう最初の方です。FX とか、FX から始めたんで、自分。本当に3年前、4年前なんですけど、まあ、それでね、とんでもない額をなくして、二度とトレードやらんとこうと思って、 仮想通貨に出会ったんですけど、で仮想通貨を選んだ理由としてはガチをしておけばいいからですよ。FX って方向性あんまり決まってないじゃないですか。まあ、トレンドはもちろんあるんですけど、まあ、仮想通貨ってもう間違いなく右肩上がりなんで、まあ、ほとんどのプロジェクトが右肩上がりっていう構造をしてるんで、まあ、一番楽。 もう考えなくていいんで、まあ、そういうね、長期ポジション、ガチをするのがね、まあ、一番ストレスフリーのね、投資の戦い方なのではないのかと思っております。もちろんね、全部がね、上がるわけじゃないんでね、プロジェクトをぶ、えー、激戦する必要性があるんですけど、まあ、個人的にエバードームがね、かなりね、ポテンシャルが高いのではないのかと考えてるって状況でございます。ということでね、まあ、170とかでもね、全然見られてくるんで、まあ、短期的なね、目線はそんな感じです。じゃあ2023年はじゃ何を期待しているのか、ミスター・ケン。はい、まあ、それはですよ。はい、それは、まあ、 話してるんですけど、まあでもね、チャート系チャート構成いいのにね、これ、もったいないね、これ、そのまま終わったら、ボリンジャーバンドもね、こうやって近づいてきてるんで、まあ数、2、3ヶ月以内にはね、こ,うやってこれがね、めっちゃ近づいてくるんで、ボリンジャーバンド。で、近づいてからね、破裂したら、その後の大きな動きがね、見られ,見られるんですよ。破裂してから、 収縮してから破裂みたいな感じで、それがね、収縮すれば収縮するほど、余計ね、その分破裂が大きくなるんで、これがね、めちゃくちゃ収縮してきているように見えるんで、エバウードームね、何らかの面白い動きがね、見られてくるかなとは思ってきて、思ってます。で、じゃあ、2023年、何を、えっと、私ね、ミスターケンが、まあ、期待しているのかと言いますと、めちゃくちゃチャート期待なんですけど、申し訳ございません。なんか、めっちゃ、なんか、落書きされてますね。誰かわかんないですけど、自分なんですけど、 か落書きされてますね、チャート。はい。まあ、こんな感じの、はい。まあ、アキュミレーションゾーン。まあ1年ぐらいの2023年はこういったね、まあ、似てるじゃないですか、エバードームと上がったりして、全戻しみたいな。こういう、まあ、めちゃくちゃおもんない時期が1年続くと思ってます。ですが、これがね、見てわかる通り、まあ、人生の買い時だったわけですよ。ここで買えた人、まぁ、あ、何,何,何十倍とね、 まあ経験したわけなんで、こういうチャートがね次ね生まれてくると思います。で、今のねエヴァードームのチャートを見て、ここにいて、これ見て、見てください、この時、はい見てください、この2022年のチャートがないことをね想像してください、皆さん今。ここでね、エヴァードーム、カルダの推移してました。この市場最高値、一生来ると思,いません思,い思わないですよね。市場最高値1.4ドルで0.1円までお落ちたんですよ。2円ぐらいまで落ちたんですよ。 0.02ドルまでして、そっからね、3ドル行くと思います思わないですよね、絶対。てな感じのように、こんな感じで、エヴァードームも100倍ね、行かないだろうって、皆さん、これパッと見た、初めて見たで思うと思うんですけど、まあそういったね、似たようなね、動き。まあ横横の動きがね、今からね、1年ぐらい。まあもちろんね、パンプとかダンプ、パンプあったりとかね、ダンプあったりするんですけど、まあこの1年はね、本当に解読用のゾーンになってくると思ってるんで、 まあこの、ね、期間でポジションを、ねえー、構成していく。だからこそ、まあ、大きく買わなかった。分散して買っていくっていうことを話したんですよね。はい。ってなくプラス、まあ、ビットコインがおそらく底付いてないんで、大きく買っていくのは危ない。しかもね、今、アルトコインが、ねまあんまり、ね、調子良くない理由も一つあるんですけど、それがビットコインドミナンスなんですね。ビットコインドミナンスね、まあ、動画で説明してるんで、ね、ぜひ見ていただきたいです。 はい。リップルの動画ね、こちら投稿してるんで、こちらビットコインドムネス説明してるんで、まあ、ここまで動画見ている方はね、かなり仮想通貨に興味があるっていう方だと思ってるんで、まあ、こちらね、見るね、やる気出ると思います。まあ、暇だったらぜひ見ててください。ということでね、かなり長くなったんですけど、ご視聴ありがとうございました。わかりやすくね、説明できたでしょうか ホワイトペーパーね、そんなね、細かくね、こちらね、まあ、読まなくてもいいかなと思ったんで、ちょっとね、軽くね、えー、この大事なね、トークンのミックスね、トークンに対して何が重要なのかについてね、見ていきました。ということでね、ここまでね、ご覧になった方で、エバードームね、もし購入していない方、購入したいって方はですね、まあ、OKX、OK、ね、ぜひこちらからね、登録したらね、まあ、平均手数量5%オフ URL あります。で、もしよければね、こちら、仮想通貨無料サロンやってますので、LINE、Discord、LINE の方が今、 活発なんですけど、やってます。プラスツイッターでもね、これ毎日ね、まず投稿しております。デバードームをね、投稿した方がいいですかねどう思いますかこんな感じで、チャート分析ね、毎日投稿してるんで、まあ、こういったね、まあ、最新情報をね、手に入れたい方、ぜ、ま、ひ、あ、ね、ツイッター、そしてね、LINE、Discord、ね、入ってね、まあ、一緒にね、仮想通貨についてね、話していきましょう。今がね、最もね、しんどい時期だと思います。仮想通貨に対して。 こういったね、本当に何もしない動きあるんですけど、ただね毎、毎週期ね、毎回毎回ね、こういった思いをね、してきている人たちが、これをね、最終的に生き残った人たちが笑ってるんで、最終的に。皆さんね、あと少しだと思ってるんで、頑張っていきましょう。で、私もね、こういった、ね、情報をね、発信するようにします。この過去相場だからこそね、こういう情報が発信、必要性があると思ってるんで、皆さんとね、少しでもね、このね、相場ね、ナビゲート。まあ、ナビゲートなんて言うんですかね。まあ、えっ、ー、と、まあ、一緒にね、 まあやっていけたらなと思いますということでね、最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ぜ、ま、ひ、あ、ね、ビットゲット、バイビット全部見ていってください。コピートレー最近してます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。